じゃあ、シノさんかなのクエストやっていこうか。うん。全部回ったしね。こんばんは、シノさん。こんにちは。あ、先にショップを。あ、シノズレッド買ってない。どうもです。で、ガブ飲み。へい。はい。バンさん、今、お時間のほど大丈夫ですか？どうした？どうした？何かあったのか？先ほどまでいらっしゃったお客様がこれを忘れ物か？お、アンダルシアの箱が入った紙袋じゃねえか。あの名店のケーキを忘れていくなんて、礼儀がなってねえ客だな。礼儀なんだ。バンさんの甘味好きも相変わらずのようですね。でも、これはただの忘れ物ではなくて、訳ありのもののようなんです。ほう。警察かギルドに相談しようかと思っていましたが、バンさんが通りがかってくれて助かりました。できることならあなたに依頼させてもらえませんか？入ってるものがあれなのか。このアンダルシアの箱が訳ありね。よくわからねえが、お前さんがそこまで言うからにはよっぽどなんだろうな。気にはなるが、このまま首を突っ込んでみるか？うん、シノズバーにて、とある客が物騒な忘れ物をしていたらしい。客も荷物も訳ありのようだ。客を追いかけてみるとするか？はい、やめる。知らない仲じゃねえし、力になってやりたいんだが。悪いな。今は少し先を急いでんだ。そうでしたか。引き止めてしまい申し訳ありません。ですが、もし余裕ができたら、また相談に乗っていただけると。うん。はい、いいですよ。ごめんね。セリフを聞きたいだけなんだ。うん、はい。では、受けます。いいぜ。その依頼を受け負ってやる。ありがとうございます。それじゃあ、早速、箱の中身を見せてもらってもいいか？ケーキじゃないってんなら、一体何が入ってんだか。ええ、ぜひ確認してください。なんだろう。バンたちは箱の中身を取り出した。銃！すごい近代チック。樹脂製じゃなさそうだな、共和国の。ははあ、なるほどな。こいつは確かに訳ありそうだ。わざわざこんな箱に入れてるつうことは裏ルートからの輸入品か？さて、その荷物を持ってたお客様はスーツを着た普通の男性でした。裏社会の人間にはとても見えませんでしたよ。強いて言えば少しやつれていて焼け酒をしていた印象でしたね。拳銃を隠し持って焼け酒ね。ますますろくなもんじゃねえな。で、しまいには飲みすぎてこいつを屋台に忘れていったと。そういうことになりますね。ですが、そのお客様は少し前に屋台を出たばかりなんです。その時に最後にライブでも見るかと言っていらっしゃったので、うん。今から追いかければ追いつけるかもしれません。なるほどな。それなら話が早い。早速ライブハウスに行ってみるか。うん。一応、この荷物は扱っていくぜ。ええ、もちろん。あのお客様のことよろしくお願いします。うん。さあ、仕事を始めんぞ。物騒な忘れ物の返却を開始した。なるほどね。これはなんかカオス方面に寄りそうなクエストだな。うん。さあ一体何が原因でやさぐれているのか。うん。ではでは行ってみようか。バーン。トピック聞かせてもらうぜ。ああ、確かにそれっぽい人は来てましたよ。でも今夜の演奏はジェスさんのしっとりとした演奏だと伝えたら、激しい曲がお客様の好みのようで入場券は買わずに帰っていっちゃいましたよ。なんだ。そうか、他に言ってなかったが、何でもいいから情報があれば教えてくれ。そうですね。そういえば入場券の購入を断れた時に独り言を言ってましたよ。なら映画にするか、ちょうど見たいものがあった気がするって。うん、今度は映画か。情報提供助かったぜ。ありがとな。
いえ、またのお越しをお待ちしております。この時間からも見れる映画館つうと、タイレル地区にあるシネマエスプリか。ヤッコさんに追いつけなくなる前にさっさと向かってみるか。うん、 OK、 変わんない。てかちょっとしくったな、あのクエストを受ける前に先にタイレル地区行っとくべきだったかもしれないな。クエストが発生したことによってあの会話が変わってしまったモブがいるかもしれないから、それはちょっと今ミスったわ。うん、まあそれっぽいのがいたらやり直すということでじゃあとりあえずこれでここも回り終わったのかな。うん、ではちょっとタイレル地区の方に行ってみます。はい、向かうとすっか。ほうほう、夜のタイレル。お、あ、レイモンド。あ、違う。俺、レイモンドって言っちゃうんだよな、この人のこと。レイモンド捜査官のイメージが強すぎてさ。ね、レイモンドってモブいるのにね、旧市街に。あー、でもメインイベントの判定出ないとクエストにならないのか。うん、うん、うん。あ、じゃあまあ別に。あ、いや、ちょっと変わってそうだな、この受付の人のセリフ。まあまあまあ、まあ、そこら辺はね、ちょっと後々やっていくとしましょう。まあ、とりあえず、マラソンをまた開始します。へへ、何このモブたち、面白いんだけど。珍しいモーションだ。なんかこのモブがさ、ちょっとマリエルっぽくね、ドロリーちゃんっぽく見えんだよな、俺これ。さあ、ネイト君。あ、ネイト捜査官、お疲れ様でーす。うん、これから繁華街の巡回ですか？捜査官さんも大変ですな。まあね。こんな時間まで仕事なわけだし、公僕ってほんと辛いっていうか。でも繁華街の巡回は嫌いじゃないんだよね。ほら、色っぽいお姉さんも多いしさ。うわ、この人マジあかんわ。そのうちなんや、不祥事とか起こしそうなタイプやで。あとそんなに大きなね、問題は起こしそうにない気もするけどね。あれ、二人とも黙っちゃってどうしたの？おい、自重しろ。彼女おったんか。知ってて聞くんじゃねえよ。たく、オタクは人が悪い連中ばっかだな。ああ、タオのことか。またうまく乗せられたようだね。生ドライフルーツの取り寄せを頼まれた時には何に使うのかと思ったが。私とは仕えている家が違うんでね。肩を持つつもりもないが、やはりなかなか気が利く男さ。ヘイウェイを束ねる8人の長老。その各々の家から幹部が輩出される習わしらしいが、おそらくこの姉さんもサオと同格の幹部。奴とは別の形でヘイウェイを支えてるんだろう。やれやれ、内部事情なんざ知りたくもないが、あんまうかつな話はできないってのは確かだな。ほう。うん、2階に何かしらがいるらしいが。ああ、なるほどね。ヘイウェイの店で遊撃士が飯食ってんのか。あー、で、量多くねこれ。これチャーハン？チャーハンとなんか、なんだろう、小籠包とか入ってそう。うん。それじゃ、結果発表だ。カルバード共和国、準遊撃士、グレイ・アーノルド。ここに、貴殿を正遊撃士にふさわしい。おお、よかったじゃん。おめでとう。試験は合格だぜ。ありがとうございます、先輩。最後はどうなることかと思いましたけど。はは。ラストに試験官が殴り込んでくんのは定番だろうが。
まあだがよくしのいだ。あーなんかな、ソラサードの時のねえ、レマンのルロックスの時でもな、ねえ、なんか遊撃士のみんながさ、両兵とかなんかに扮してなんか襲ってきたことあったよね。甘いところもあるが、なんかクリスさんとかカリノさんとかね。甘いところもあるが、今後の精進次第だな。ええ、本当に次は負けませんよ、ラード先輩。その息だ。せいぜい優秀な遊撃士になってくれよ。おお。うん。ああ、うん。あ、もう分かってて入ってんのか。分かってんの？今更何言ってんだてめえ。入店した時点でチェックされてるに決まってんだろ。だからこそじゃねえか。こいつは敵情視察も兼ねてるってわけだ。ほう。ええー。うん。ま、何事も勉強ってこった。うわあ、懐かしい。いやーリベールの時のな、最後にカシウスがさ、いろんな支部読み上げんの面白かったな、あれ。リベール支部、チャイス支部。カシウスの声優さんが、チャイスって言うと、チャイスって言うから面白いんじゃない。かわいいんだよね。チェイスシム。オースシム。あー、カシウスの声もう一回聞きてえなー。いつ聞いても安らげるわ、あの声。俺にとっての癒しなんだ。あ、アルベール。あ、君か、本屋で働いてる、ねえ、なんか知り合いのバイトっていうのは。なるほどね。ん？アラミスの生徒みてえだが、気にならなくもねえが、まあ、声をかけるのはやめておくか。まあ、後々関わるんでしょうね。やっぱりあれ、レンかな？なんかレンとしてはすっげえおとなしいような、なんか演技してたから、一瞬レンじゃないかと思ったけど、やっぱりレンか。あとはメインイベントとクエストだけかな。うん。よし、OK。行くぞ。こんばんは。へ。やっぱ夜の映画館ってのも大津なもんだな。ソバーキュリアス、主演ニケ・マルソー。そういや、この女優は、あいつの昔馴染みだった。あいつ？天国のこちら側ってやつも気にはなるが。さて、どちらを見るか。それとも今夜はやめておくか？うん。お？映画鑑賞。タイレル地区の映画館、シネマエスプリで映画が見られる。へえ。夜は好きな映画を選択。誰かと一緒になりコネクトポイントが上昇する。昼は映画を選んだ上で誰と見るか選択。誰まで選択か。はぁ、なるほどね。そんな機能が。てかさ、あの映画で思い出したけど、ジリスが最初舞台挨拶するときに、バン君たちがさ、見てた映画あるじゃん。あのイラストが2枚ぐらいあったやつ。あの時に流れてた BGM ってさ、あの過去作の BGM だよね。なんか1004とかで流れてた曲だったはずなんだけど、あれ。ちょっとおって思いながら見てた。案内人ヘンドリック。こんばんは。夜間上映作品をご覧になりますか？映画というのは今では実に多様ですからね。夜間にはコアなファンの多いマニアックな作品や名作のリバイバルなどを中心に上映しています。一部には年齢制限付きの過激な作品もあり、そういった上映も夜間に行うことがございますな。
ほほう。うん。なるほどね。上には誰もいないか。まあ、お気に入りのキャラの、まあ、好感度を上げておけよっていうイベントか。トピックやっちゃうとあれだから一回話すか。うん。おお。映画を見る。いらっしゃいませ。うん。この時間にやってるのは。これあれ？さっきこれ1個しか選べないって言ったっけ？まあ1個しか選べなかったらまあロードして見てみればいいってことか。じゃあソバーキュリアス見てみようか。うん。200ミラか。安いね。そんじゃ、席に向かうか。そうか、今これ一人しかいないから。誰も呼べないか。うん。あ、なに、こうやってちゃんと文章があって、へえ、物語読めるんだ。主人公リリーは芸歴20年の女優。主演作が途切れず忙しい日々を送る中で、リリーはプレッシャーを抱えながらも一つの充足感を得ていた。自分じゃない誰かになることで得たその充足感は、彼女をさらに仕事へと駆り立てるとともに。自分じゃない誰かになるってなんかあれだな、イースナインで聞いたフレーズだな。自分じゃない なんか何者かになるって。そんななんたらかんたらってなんかアドル君が言ってたわ。体の内側がじわじわと熱くなるようなある種の酔いを味わわせた。そしてその酔いが生み出したのか、いつからかリリーは別の自分の声が聞こえるようになる。うん。今日もまた彼女たちの会話が始まるのだった。結構しっかりした文章がストーリーだこれ。あの子、私が落ちたオーディションに受かったんですって。ボイスもあるの、すげえ。生意気ね、ちょっと人気が出たからって。大して演技もうまくないのに、もう後輩相手にマウントを取って。この前はプロデューサーとホテルに。無理しすぎじゃない？ここは競争社会よ。すげえ。一回寝て仕事が増えるなら安いわ。そうだけど、少し疲れてきたの。この世界から離れて普通の自分に戻っても。じゃあ聞くけど、どんな自分に戻るっていうの？その問いが出るといつも彼女たちの会話は終わる。鏡よ鏡、本当の私は誰？気合入ってんなこれ。あ、終わり？あーなんだ、結構もっと長くあれかと思ったのに、見れるかと思ったのに。あーまあでもすごいすごいすごい、ボイスとかあるだけですごいわ。うん。あ、さっき、あーやっぱりね。さっき映ってたもんね、ブラッドさん。ま、お前がこれを見に来てるのは別に意外じゃねえか。てかさっきの曲もなんか過去作の BGM だったっぽいな。実力派女優ニケ・マルソーが人の狂気を演じ上げる異色作。前評判で気になっていた作品でな。彼女の話はコートにいる彼からたまに聞くこともあったが、コートにいる彼、なんかあいつとかさ、なんかコートにいる彼とか結構そういう匂わせる感じのあれだ、表現多いね。コートにいる彼、そりゃあいつの昔馴染みだったか。肝心の映画の内容はちょいと演出が難解で、見る人を選びそうな印象だったな。うん。おお、ディンゴさんの正面顔。正面顔って言ってもあの悪いあれじゃないけど、ファルコムの正面ってイコール裏切り枠だ。リリー本人のいびつな心が生み出した二人のリリーの対話が鍵だったな。
そんな二人が奏でる不協和音がリリーの自分は何者なのか、アイデンティティを曖昧にしていく。ないまぜになった真実と虚構、それを見極められなくなった時、人はどうなるか。ああ、見た映画の説明してくれんのか。といったところか。このインテリ色男め。お前とはまたゆっくり映画談義をしたいものだな。お互い落ち着いた頃に飲みにでも行くとしよう。ほほう。思いがけず出会った知り合いとそれから少し言葉を交わした後、帰路につく相手をロビーで見送ったのだった。そういや、売店にパンフレットが売ってたかな。記念に買ってもいいかもしれん。ほう。あ、買う買う買う。トバーキュリアスのパンフレット手に入れた。おお、50も上がったで。これでもう一個見れないよね。あ、間違えた。あー、マジ？さすがにもう一本見る余裕はねえな。じゃあ、そうだな。一回セーブして、ロードして、見直してみようか。もう一個の方も気になる。さあ、もう一本は？ここはスキップ。はい。スキップして。いらっしゃいませ。あー、間違えた！危ねえ。連打しすぎだ。天国のこちら側。うん。よし。さあ、こっちはどんな映画でしょうか？面白いな。てか、ガラガラだな、おい。はい。舞台はアンカービル市にある総合病院。医療系のやつですよね。アンカービルと首都を結ぶアウトバーン高速道路にて、大規模な交通事故が発生し、突如大勢の重傷者を受け入れる事態となる。うん。そこで、限られた人員で対応すべく患者の優先順位が決められた。うわぁ。しかし、熱血感な研修医、ショーンは、命を選別するような行いに不満を抱く。あれ？ウルソラ病院にショーンっていうさ、名前の医者いなかった？いたよね。そして、自身の指導医であるブラウン教授に詰め寄るのだった。ほう。先に搬送された女の子が、どうして後回しにされるんですか？よくある展開だな。命を天秤にかけるなんて。うわ、現場を回すための僕らのただのエゴじゃないですか。この曲もいい加減にしたまえ。君ももう学生ではないだろう。あの子が助かる可能性は限りなく低い。一人でも多くを救う現場にはトリアージが必要なのだ。だったら災害時用の医療テントの使用許可をください。僕一人で何としてもあの子を救ってみせます。なるほどね。てかもう、あ、まだ続きあるか。あ、終わりか。あれ、さっきとちょっと違う。てかさ、もうこれあれだね。もう過去作の BGM ばっかり使ってんだね、きっとこれ映画って。最初に見たジュディスの時のやつも、あと今見たね、二つのやつもこれ全部過去作から持ってきてるよ。すげえ。ザナドゥの曲とかもね、いっぱい出してくんねえかな。少し前、映画の上映中。うん、なんだ？メガネの女子。よう、こいつはお前さんのかい？あー、あれかな、オープニングでなんかジュディスの横にいた青い髪の子かな。これ拾ってくれたんですか？ありがとうございます。大事なものですから、なくしてなくてよかったです。上映中も熱心にメモをしてたな。内容を書き留めてたのか。うん。あ、かわいい。この子も美人。内容というよりは演技の方でして、今回はすごく参考になりました。特に主人公のショーンが
自分の無力さを感じて葛藤する時の表情、何重もの感情が一点に重なったように見えて本当に素晴らしかったです。ああ、確かにあれは名演だったな。女子高生が見るには渋い映画だと思うが、なかなか見る目があるじゃないか。アラミスの演劇部の部員あたりか。そのようなものです。実は女優志望でして、そのためにも日々勉強中なんです。ま、頑張りな。その熱意がありゃ本当になっちまうかもな。ありがとうございます。それではまたどこかで。うん、元気があっていいね、この子も。はん？どっかで見覚えがあるような。あー、やっぱりもうすでに女優なのかな、じゃああの子。まさかな。そういや、売店にパンフレットがあったな。あー、うん。まあ、一応買ったけど、あれ？あ、びっくりした。このかと思ったけど、ただのモブだった。パンフレット買ったのはいいけど、そのパンフレットなんか見、あれ？アイテムは開けなかった。見たりとかできるのかな？あ。あー、でも見るとかはないんだね。うん。そっかそっか。まあ、こんな感じだったか。じゃあ、ロードし直してと。よし。じゃあ、あとはクエストをやるだけかな。で、クエストやって、これが終わったら、この、お待ちかねの、ダッちゃんのイベント、コネクトと、あとこのね、オークレールさんの、やろうかな。では、トピック。屋台客の特徴か。うん。話題を振る。聞かせてもらうぜ。はい。うん。踏んだり蹴ったりだな、この客も。なんつうか、ついてねえやつだな。お客様は、お客様もそんなことをおっしゃっていましたよ。俺ってやつはいつもこうだ、と。あと、それに少し気になることもつぶやいていましたね。ほう。気になることっつうと、なんだ？それが苦労して手に入れたやつをなくしてしまったと。あー、銃のことか。こうなったらもう手取り早く楽に終わらせちまおう、と言ってました。なに？自殺でもする気？はは、なるほどな。ありがとな。助かったぜ。なんとなく予想していたが、これでヤッコさんの目的が見えてきたな。ここまで来たら、なおさら先を急いだ方がいいか。しかし、手っ取り早く楽に終わらせる方法ね。今の時間なら、あれの本数も増えてるはずだ。それを狙ってる可能性は高そうだな。あー、電車に飛び込みか、これ。本数ってことは。それともバス？ちょうどカフェの前から地下に降りれたはずだ。急いで向かってみるかね。地下か。あー、やっぱ電車かな。うん。多分電車だろうな。地下鉄か？ああ、うん。だね。じゃあ行ってくるか。お、地下鉄ホームに向かう。さあ、どれどれ。ああ。もう少しで、次の列車が到着するな。よう、おっさん。辛気臭い顔して、どうした？次の電車はもう少し先だぜ。座って待たなくていいのかよ。あら、心ここにあらず。んな邪険にすんなよ。あんたは回送列車を待ってんだろ。で、そいつで手っ取り早く楽になりてえわけだ。あ、何なんだ、あんた。リバーサイドの屋台の店主に頼まれたんだよ。あんたの忘れ物を届けてほしいってな。ケーキの箱、忘れていっただろ。ああ、あの屋台に置き忘れてたのか。酒と演奏でいい気分になった後に、そ
そいつで一発やろうと思ってたんだがな。酒が回りすぎちまったのか、肝心なのを忘れちまってたみたいだな。そんじゃ、こいつはあんたに返すぜ。どういった背景があるのかな。だが、その前に一つ聞かせてくれねえか。どうして楽になりてえんだ。俺を引き止めようってのか。いや、どうするもあんたの勝手だと思うぜ。ただの興味ってだけだ。興味ね。見せ物みたいに思われるのも気分が悪いんだが。見せ物だとは思っちゃいねえが、人生の先輩の考えを今後の参考にしたくてね。なんだそれは。変わったやつだな。あ、意外と、でも、ちょっと元気そう。残念ながら、人生の先輩としてあんたに大したことは教えられねえよ。まあ、なんつうか、どこにでもある話さ。新しい上司に嫌われて長年勤めた会社を退職させられたんだ。それまたどうして？どこで嫌われたかは知らないが、あることないこと、そいつから難癖をつけられてな。信じてた部下にも見放されちまった。コツコツ信頼と地位を築き上げて、定年退職まで頑張るつもりでいたんだが、崩れ落ちる時は一瞬だった。もう全部どうでもいいやと思ってな。もっとそういうなんか妬みとか嫌がらせとかそういうのってさ、ね、やりきれないよね。なんつうか、そいつは無念だろうな。ああ、この年で独身で、趣味も特技も何もない。仕事のためだけに生きてきたってのに。どうしてこんなことになっちまったんだ。俺の人生はどこから間違えちまったんだ。さて、どうしたもんかね。依頼主からはこいつのことを頼むって言われちまってるからな。どうにかして思いとどまらせないといけねえわけだが、今までの話を聞いた限りだと諦めさせる余地は十分ありそうだ。まっとうに説得するか、あえて突き放してみるか。どうやってこのおっさんを解き伏せる？あえて突き放すってのもちょっと展開が見てみたい気もするけど、まあここはね、まっとうに説得するで。はい。ここはまっとうに説得してみるか。おいおっさん、もう一度聞くが、あることないこと難癖をつけられて会社を辞めさせられたと言っていたよな。ああ、そうだか。それならまだ逆転のチャンスがあるぜ。その上司を訴えるんだ。おお。いいね。何を言ってるんだか。どうせ上司や会社に不利な証拠はもみ消されちまってる。そんな状況で訴えたところで俺が割を食うだけだろ。安心しな。そこを何とかするのが俺の仕事だ。おう。バンはスーツの男性に名刺を渡した。俺はアークライド解決事務所、裏解決屋をやってるもんでな。こういう手合いの仕事は滅多に受けねえが、これも何かの縁だ。引き受けてやってもいいぜ。どんな手を使ってでも裁判に勝てる証拠をひねり出してやるよ。おお、裏解決屋。噂で聞いたことがあるな。あんたがそれだって言うのか。信じられないが、それがもし本当なら。うん。いや、やっぱりそれはやめておこう。うん。それまたどうして？遠慮はいらねえぞ。ミラはきっちりもらうからな。よく考えてみたら、気を使ってばかりで疲れる職場だったんだ。君に依頼をしてまで戻りたいかと聞かれると、分からなくなっちまってな。でもその上司にちょっと一泡吹かせたいっていう気持ちはあるんじゃないか。その程度の話なのに、退職させられたことにくよくよして自殺まで考えて。俺は一体何がしたかったんだかな。それじゃあ自殺も依頼もしないってんなら、今は何がしたい気分なんだよ。そうだな、とりあえず転職は急がなくてもいいかもな。まずは新しく趣味でも見つけて、ゆっくりしてから今後を考えるとするさ。ま、それでいいんじゃねえか。うん。お？そういえば、
元をたどれば俺の荷物を届けに来てくれたんだったよな。ああ、あの物騒なケーキの箱だな。もちろん返してやるぜ。バンはスーツの男性にケーキの箱に入った拳銃を渡した。苦労して手に入れた拳銃だが、今思えば俺は血迷ってたんだな。それと、あんたは確か天使の依頼で来たって言ってたよな。その依頼料は俺が払わせてもらうぜ。あんたと話してるうちにいろいろ気づかされちまったからな。ま、支払ってくれるなら誰でも構わねえよ。店主には俺から伝えておくさ。ああ、よろしく頼む。さてと、それじゃあ俺は今日のところは家に帰ることにするよ。飲みすぎちまったし、頭を冷やしていろいろ考えたいしな。うん。失礼。世話になったな、若いの。あんたへの恩は忘れないぜ。その後、バンは間もなく到着した列車に乗り込むスーツの男性を見送り、通信でシノに依頼の顛末を伝え、依頼を遂げるのだった。これで解決だ。物騒な忘れ物の返却を達成した。なんか思ったよりしっかりとした人だったみたいだね。報酬が振り込まれたわ。はい。ロープラスプラス、カオスプラス。これ、下の、選択肢選んでたらカオスとグレイが上がるって感じだったのかな、きっと。なるほど。これであと旧市街に戻ればいいのか。ではね。あ、待って、一応。この前のね、マラソン逃しちゃった、オーバルカフェのイルハンさんのこともあるから、一応、この受付嬢の子もね。大丈夫か。じゃあ、あとは、シノさんのとこに戻って、話を聞いてみよう。出発せんぞ。一回逃しちゃった、イルハンさんか、のやつは、また別で、ロードして、取り直したんで。それもね、後でちょこっと、挟むかな。聞いたか。だったらもう、その光景はもう今挟んどくか。はい、というわけで、どうぞ。俺としたことがどうやらここのマラソンをし忘れていたようだ。先ほどジェシカさんから連絡が来ましたよ。皆さんが無事に解決してくれたそうですね。本当にありがとうございました。最初に話を聞いたとき、皆さんを怪しんでしまった自分が恥ずかしいですよ。お気になさらないでください。実際私たちも確信はありませんでしたし。ありがとうございます。それじゃあ私からもささやかですがお礼をさせてください。エクセルミルクラテを3個手に入れた。おお、わあ、ありがとうございます。ありがたくいただいておくぜ。はい、というクエスト後のマラソンでした、という内容でした。はい。はい、しのさん。あったけえな、あったけえ世界だな。奇跡は、まあ、今回は結構ダークな要素が多いらしいけどね。ありがたい。こんにちは。じゃ、ケーキ好きにシノズレッドを1個ね。どうもです。よし。さて、じゃあこのお待ちかねのダッちゃんのコレクトやっていこうか。新作映画のチェック。今まで見たゴールデンブラッドの完全版が近いうちに上映されるらしいんだよな。レッドショー限定みたいだが、上映スケジュールチェックしてみるか。と、エレインさんが、カフェでホットステーキ。なるほどね。まあ、ストックタイムがね、クエスト終わっても1個しかないんだよね。まあ、みんなは大体エレインさん行くと思うんだけどね。ごめん、ちょっと俺はダッちゃんの方に行かせていただきます。はい。特タイム消費して、使用を稼ぎました。はい、行きます。ダッちゃん、会いに行くよ。今、会いに行きます。ダッちゃんとデートだ。バンは映画の上映スケジュールを確認がてら、シネマエスプリを訪れた。お目当てのゴールデンブラッド完全版。他にもいくつかの新作映画の情報を仕入れつつ、
自分へのご褒美としてカラメルポップコーンを買って帰るのだった。ふん。お、しかし完全版か。年齢制限のあるシーンなんかも追加されてるそうだが、濡れ場とかそういう系？何にせよ楽しみにしておくかね。あー、だっちゃん。あー、お前は。あ、違うわ。ネイドだったわ、この声。ふらふらと出歩いて、今度は何を企んでる？お前いらないんだけど。だっちゃんと二人っきりにしてくれませんかね。おいおい、出歩いてるだけで文句言われる筋合いはないぜ。遅くまでお忙しいみたいだが、善良な一般市民に当たんのはやめてくれや。この、まったく、相変わらず口が回ることだ。ネイト、お前もいい加減、相手にしないことを覚えるんだな。はい。とはいえ、裏解決や、目をつけられる立場なのは忘れるな。次に何かあった時は今度こそ、お？事件か？ゴードだ！マジか。あ、半グレ。俺はドキドキ。強盗？見回りの甲斐があったな。早く追った方がいいんじゃねえか。って見て見ぬふりするつもりか。少しは腕が立つんだろ。だったら、ただ働きは流儀じゃないんでね。だいたい悪者を捕まえるのはあんたらの仕事だ。ほら、行った行った。お前だ。構うな、行くぞ。で、あ、怪我してる？誰か。あ、おばあちゃん。ばあさん、大丈夫か？悪いね。親切にありがとう。さっきの強盗に突き飛ばされたんだ。歩けそうか？ええ、足がちょっと痛いけど、なんとか。親切にありがとうね。あ、痛かった。近くのベンチで休んでな。警察には俺から連絡入れとくぜ。うん。ああ、なるほどね。逃げた強盗が選んだのはおそらく入り組んだ地下を利用した逃走ルート。その手の輩が選びがちなお決まりだ。使えるルートと出口は普通、この時間帯で有用そうなのは先回りするのか。なるほどね。先回りして挟み撃ちにするのか。だっちゃんたちと。へへ、なんとか巻いたみてえだな。たまたま現場に札がいるなんざついてね。だがここまでクリア。ぐえ。おっと、派手に転んだな。大丈夫か。いいで、なんだてめえ、いきなり何をしやがる。いやいやー、引っ掛けやすそうな足があったんでな。悪意満々。ま、おとなしくしてな。多分そろそろ。警部、こっちで来いが。札ども。どうもお疲れ様です。笑うわ、こんな。なんでお前がここにいるんだ。そいつはお前がやったのか。たまたまですよ、たまたま。よかったな。すぐ思い返りが来て、お迎えが来て。くそー。はい。なるほど。こんなイベントか。ブラザーズ楽器店。あそこまだ入れないんだよね、あそこね。ブラザーズ楽器店の売上強盗犯は無事に逮捕。これにて一件落着。って納得できるか。なんなんだよ、お前は。一体どうやって先回りを。っていうか、初めから素直に協力すればよかったじゃないか。それじゃあ警察に貸しが作れないだろ。首都で警察やっていくならもう少し裏道にも詳しくなっておくんだな。ぐー。善意の通行人からの連絡で怪我をしたご婦人も無事保護された。善意の通行人から連絡。ご家族も迎えに来たそうだから心配はいらないだろう。へえ、誰だか知らないが、そりゃよかったな。そんじゃな、警部さんたち、今後とも首都の平和は任せたぜ。
ああもうあの男は一体全体何がしたかったんでしょうね。それが裏解決屋の流儀とやらなんだろう。これで信用したわけじゃないがな。え？なんでもない。署に戻るぞ。ああ徐々に認めつつあるのかな、たっちゃん。その後強盗犯は警察署へと連行されていき、バンは騒ぎのほとぼりが収まってから行動を再開するのだった。言っておくが、別にお前を認めたわけじゃないからな。おお、でもだっちゃん星3しかないのか。ダストワに警部のコネクトステージが上がり、新たな一面を発見した。おお。最後には、ちょっとバンさんと恋仲にでも。流儀への理解。ふんふんふん。なるほどね。まあ、ダッチャンのコネクトイベントは優先的に埋めていくとしよう。いやー、もうダッチャンに会えるだけで嬉しいな。さてさて、ではこれで全部終わったのかな。うん。では、セーブして旧市街に戻りますか。はい、と。うん。だよね。あ、待てよ。ネイトはタイレル地区にいたな。さあ、出発せんぞ。ちょっと話聞いてくるわ。あー、変わんないか。オッケー。じゃあ、旧市街に戻ります。ダッちゃんはね、いないもんね、どこにも。はい、事務所前ビル。よし。事務所に戻って、パソコンに、チェックだね。あ、ちょっと SP レポートしてみよう。ま、こんなもんだろ。ランクアップ。お、いいね。何もらえる？ま、せいぜいもらっておくぜ。プレゼント。幻属性の基本扱い。オーブメント工房行かないと変えられないんだっけ？今って。どうか。では、夜行動を終了する。はい。あ、待って。ごめん、ちょっと待って。運び屋利用するこれまでやったことなかった。ちょいとエルメスに配達を頼むかね。まあ、初回はね、ちょっと移していこう。どんな感じなの？何かお困り？うん。あら、バンじゃない。毎度ご利用どうも。運びは装備。あー、なるほどね。あー、思ったより便利かも。運びは道具。言うて今別に買うもんないか。じゃあ、あの運び屋の方、呼び出しといて、ちょっとあれだけど、呼び出しといて、監禁させるっていうね。はい。はい、以上です。すいませんでした。受けたまわったわ。え、はい、お届け物よ。何も頼んでませんけど。あ、そかそかそか、監禁のあれを、お金を届けに来たって感じかな。っていうことは、ごめんね。よし、じゃあ行きます。夜行動を終了する。はい、メインストーリーだ。